以前強烈なバカ男に遭遇したので10日。俺といい子はお互いに16歳。付き合って5年。婚約して1年でそろそろ結婚という頃だった。ある日いい子から唐突に別れたいと言われ、理由の見当がつかなかった俺は訳を尋ねたが、俺のことが好きじゃなくなったとしか答えなかった。もちろん配送ですかとなるわけもなく、何度も話し合いをしたんだが、いい子の気持ちは変わらず、向こうの両親にも状況を話し揉めに揉めたが、最後まで両親の説得も聞かず、結局いい子が慰謝料を払う形で婚約解消することになった。その頃すでに俺の家に同棲していたので、昼の間に俺がいい子の荷物をまとめて、いい子両親が取りに来る手はずだったんだが、整理中にふと電話がかかってきた。それは知らない男からの電話で、S ヤマと名乗るその男はいい子の彼氏だと言い出した。俺もいい子から別れを切り出された時に、他の男の存在を疑わなかったわけでもなかったので。俺、いい子両親ともどもその辺は追求したんだが、いい子は否定。証拠も出ずで結局うやむやのままだったし、いい子両親は、そこまで言うなら浮気ではなく、単純に二人の問題だったのではと結論付けていた。そんな中の S 山からの電話。とりあえず、本当に浮気相手なのか知るためにも逃げられてはかなわんと思い聞き役に徹した。話し方からしてドキュンというか高圧的で、イライラしたがなんとか最後まで聞いた結果 S 山の主張は、お前といい子が別れるということを聞いた。俺と付き合って1年間、ようやくいい子が俺だけのものになった。だがいい子が慰謝料を払うとはどういうことだ？婚約解消するならお前が払うべきだろ？そういう簡単な法律も知らないのか？赤っ端書く前にいい子にちゃんと慰謝料払ってやれ。と、なんともありがたいものだった。なんというか俺自身も、遊跡って単語を最近知った程度の知識しか持ち合わせていないやつだが、浮気を自ら暴露する浮気相手、しかも慰謝料払えなんてなかなかお目にかかれないバカなのではと思い、浮気の証拠を入手するために、相手に合わせることにした。じゃあいい子は、S 山さんと一緒になるために俺と別れたんですね。法律か、俺バカなんでそういうの知らないんすよ。知っとかないとお前恥ずかしいぞ。とりあえずいい子に払え、な。金を払うなんてバカでもできるから。あ、でも、S 山さんって本当にいい子と付き合ってんすか？どっか二人で行ったこととかあるんすか？嘘ついてどうすんだよ、旅行？あー何回か行ったな。まるまるだろ、バツバツだろ、あと覚えてねえけどちょくちょく出かけてるわ。写真とかあるんすか？俺結構写真好きなんで、よく撮るんすよ。お前も好きなん？俺も好きなんだわ。じゃあ見せてくださいよ。じゃないと電話だけじゃ 100% は信じられないっす。じゃないとけじめつけれないっす。という流れで S 山に合わせて会話を進め、30分後にいい子に内緒でファミレスで会おうと誘い出した。いい子両親には予定が入ったので荷物は明日取りに来てくれと頼み、途中レコーダーを買ってファミレスへ。着いた時には、浮気の証拠が入ってるであろう荷物を持った S 山がすでに到着していた。着いて早々、俺はバカで会話を覚えるのが苦手なので、後からもう一回 S 山さんとの会話聞き返すために録音してていいですか？と聞いて心よく OK をもらい録音。改めてお互い自己紹介。そして S 山にいいことであったきっかけ、会っていた頻度、それを裏付ける写真や、メールといった証拠を提示してもらって、おまけにホテルでのいいことのあんあん話まで親切にも話していただいた。写真は、俺が行きたかった場所が写ってると言って、ゆっくり見たいから貸してもらい、メールは今後の参考にしたいから、参考資料として詳しく勉強させてほしいと言って俺の携帯に転送、保存。ついでに向こうの住所ゲット。十分な証拠を提供してもらったので、その日は解散。またいい子に内緒でご飯食べに行きましょうと言って帰った。その後速攻で弁護士事務所に片っ端から電話して、その日のうちに弁護士に依頼。証拠は十分だったので、その後の方向性を話し合い、2日後に作戦決行。いい子両親に最後にきちんとした別れをしたいと申し出て、いい子両親、俺で夕食を計画。途中慰謝料の件で世話になることにしたと言って、弁護士と合流。
そのまま写真を返しに行くと前もって告げていた S 山拓へ直行。 S 山拓が近づくにつれて、いい子の顔がこわばってた気もするが、到着。その頃にはいい子は真っ青で、無言で下を向いたまま。 S 山拓から出てきたのは、 S 山母で玄関を開けるなり、はい、まあいい子ちゃんじゃないの、どうしたの急に。はじめまして、いい子の父でございます。失礼ですが、いい子とはどういうご関係で。あら、まあいい子ちゃんのお父様ですか。いえね、うちの息子といい子ちゃんがお付き合いさせていただいてまして。もしかしてうちの息子ご挨拶してなかったんですか。まあ申し訳ありません。ご家族揃っておいでになっていただいて、どうぞ上がってくださいと S 母ニコニコで、まだ何も説明してなかった俺より先にいい子両親にこの状況を説明するナイスアシスト。いい子両親真っ青になったり、黙ったままのいい子を睨みつけたり忙しかったが、ここで弁護士が S 母に状況を説明。最初は信じられないといった感じの S 母だったが、俺といい子が婚約していた証拠を見せると泣きながら伏せてしまった。まだ S 山は帰宅していなかったので、内容証明を置いてその日は帰宅。その日遅くに、S 山からガンガン電話がかかってきたので、出てみたところ盛大にブチギレていて。てめえ俺に慰謝料請求ってどういうことだ、ふざけるなよ。いやー、浮気相手からわざわざ電話してくるなんて。最初は何かのいたずらかと思ったんだけど、本当に浮気相手だったんだね。驚いたよ。とりあえず渡した内容証明に、本当の法律に基づいていろいろ書いてあるからよく読んでね、じゃ。と言って切った。その後ずっと着信やメールがひっきりなしに届いてたけど、メールはすべて保存。脅迫恫喝のオンパレードでお腹いっぱいになった。その後改めていい子にも慰謝料請求。後日別人のようにしおれて、親父さんに連れられてやってきた S 山にも請求。メールでの脅迫も含めて高めにお支払いいただいた。S 山両親はまともな人たちだったようで、特に親父さんが終始 S 山を叱りつけていた。結局双方からかなりの金額払ってもらったので、引っ越しで赤字にもならずちょっと良い家電も買えた。その後 S 山は自爆の際のバカさが露呈し、いい子に振られ親に激怒され、親戚がいるという僻地へと旅立っていった。いい子は婚約者と天秤にかけた男が、実はさらにバカだったという事実にショックを受け、一時期復縁を迫ってきたけど、それを俺よりいい子両親に激しく責められ、会社にも浮気がバレて退社後引きこもりになった。いやいい子は一体何考えてたんだろ。他に好きな人ができてしまった。慰謝料払って婚約解消しますだけで済んだ話じゃん。もしかして愛情がなくなったから結婚取りやめます。なら慰謝料発生しないと思ってたとか。他の男ができたから、とバレた場合の見金が絡むと。いい子様。なんだろうな、親や周りに自分の浮気で婚約解消って知られるのが嫌だったんだろうか。あくまで二人の間の問題。で済ませれば親も相手である一致の方にも何か問題がとか思っちゃうのが親心だし、復縁を迫る抗がんさはあるのに引きこもりとか甘えすぎだろ。っていうかいい子はよく復縁を迫ることができるな。いい子は当初の婚約破棄の段階で慰謝料を払うことは承知してた。こういう場合は破棄したい側が払うって考えをちゃんと持ってたみたい。浮気に関してもかなり用意周到に証拠の隠滅をしていたみたいで、いい子の友人の誰一人として知らなかったみたいだし、俺も一年間騙されてたしね。S 山は純粋に婚約破棄、というか慰謝料は男が払ってなんぼって思ってたみたいで、弁護士がこういうケースは女性だろうと男性だろうと、有責者が払うんですよと説明した時に本気で驚いてた。いい子が浮気を最後まで隠して、自分が慰謝料払って終わらせようとしてたのは詳しく理由を聞くことができなかったけど、多分バレたら S 山が慰謝料払わなきゃならないからかばったんじゃないかな。自分が言わなければ証拠もないし絶対バレない。でもまさか自分から浮気相手だと名乗ってあそこまでおバカ発言するとは思わなかったから、全てが露呈したってことだと思う。 S 母がいい子ちゃんはすごく良いお嬢さんで将来 S 山と結婚してくれると楽しみにしてたって話し合いの席で言ってたから、 S 山の親にバレたくなかったってのもあるんじゃないかな。
俺は両親とも何もいないから、いい子の両親に可愛がってもらったこと感謝してたから。あの二人と縁が切れたのはちょっと残念だったかなと。散々後だし満載で申し訳ない。今はようやく新しい彼女もできて楽しくやってる。それじゃだ文長文失礼した。最後までご視聴ありがとうございました。皆様の感想よろしかったらコメント欄でお聞かせください。励みになりますのでチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。